はい、どうも、キクタです。ゼロビズへようこそ。今回はですね、ネットショップ、オリジナルのネットショップ運営に関して、必ず最低限ここまではやっておきましょうね。ここまでやっておかないと、それぐらいの設定をしておかないと、お客さんがあなたのショップ、ホームページ、販売サイトを見つけてくれませんよ。見つけてくれなかったら、ただ空虚なところに、ただショップがポツンとあるだけなんで、絶対に売れませんっていう、そのための対策として最低限これだけはやりましょうっていう、やるだけで全く結果売れる、ショップになっていくので、最低限ここは押さえておきましょうという項目なので、ぜひ最後までご覧くださいということで、はい、もうね、前置きあんまり長くしてくれてやりますけど、ホームページ、自分のオリジナルオフィシャルショップ、ネットショップがあります、ホームページがありますとね。今時本当にベースだとかそこら辺の無料サービス使ったりするとある程度のものが使えます。さらにちょっとお金かけて3000円とか1万とかっていうテンプレート買うといろんな可愛いデザインとかもいっぱいね、出されてるんで、もう編集とか見た目とかってある程度こう作れるというかね、あんまりネットのそのデザイン技術スキルがない人もそういうサービスってたくさん増えてるんで、ぜひとも使っていただきたいと思うんですけれども、さあここでよくあるのが、全然見つかりません、アクセス伸びません、なんだったらお気に入りのブックバードだとかそのホームページを管理するログイン画面からじゃなくて自分のショップに行けませんっていう人って結構いるんですよ。特に、まあ、男性の方で言えば結構そのネット集客の本だとか結構まめに読んだりだとかマーケティングの本読んだりとかってして、ある程度こういうことじゃないかなって言ってね、予備知識ありながらやったりする人いるんですけど、特にこれ多いのが女性の方って意外とその商品ばっかりにフォーカスしすぎて、お客さんに提供するルートだとか そもそも商売のこと全く考えてないっていうのがすごく多いんですね。でその時にこのサイト、リアルでもネットでも全く同じことなので、サイトとかで最低限押さえておかなくちゃいけない項目があります。それが、サイトのタイトル。その次、内容。概要とかですね。内容、概要とかです。説明だとか、詳細だとかの説明。で、画像。商品画像だとか、もう美味しく見せたり、まあ美味しいものやったら美味しく見せたりだとか、可愛いものだったら可愛く見せたりだとかっていう画像。で、内容のそのタグですね。タグ。ここは最低限押さえなくちゃいけないことです。そもそも、インターネット上で、もう無限の土地があります。ね。そこに、URL ってあるでしょ。で URL があれが土地の住所だったりします、でそこの土地の住所を自分がここの自分のサイトを作ったんだから土地の住所がありますけど、この土地の住所を入力しないと来れない場所って絶対使えないサイトなんですよね。言うたら住所を入れなくても検索とかで、例えば何しようかな、まあ、あなたが美容室とかってやってるんだったら、その町の美容室で集客できるようにしたいと思ったら、その町の地名の美容室、あと、なんていうかな、ヘアカラー、ヘアトリートメントだとか、カラー特化みたいな、あると思うんですよ。で、まあ、ラーメン屋って言っても、ただのラーメン屋じゃなくて、もうギッとギタした、もう濃い味のラーメン屋なのか、さっぱりした味のラーメン屋なのか、それともバカみたいにチャーシューがうめえラーメン屋なのか、それとも油麺なのか、もう特徴があるでしょ。その特徴をちゃんとタイトルとか内容部分にしっかり入れたショップを作るってことなんです。よく失敗しやすいのが、まあサイトタイトルをお店のタイトルに、お店名にするのは別にいいんですけど、いいんですよ。それをでも前に持ってきちゃう。例えば、僕も結構ね、昔失敗したことあるんですけど、ブログとかホームページとか最初にするときにアクセス上がらないときってどういうかタイトルしてるかっていうと、
僕菊田信也なんで、菊田信也が語るどうのこうのとか、菊田信也の祭典みたいな感じだとか、あとはアリオスっていう会社があります、アリオスコンサルティングって会社があります。アリオスコンサルティングの次になんか、ホームページ制作だとか、ウェブコンサルティングとウェブ事業なんとか広告事業だとかって書いてるんです。そしたらまあショップの名前とかって、まあ出ないですよね。検索しないですよね。そもそも、その検索キーワード自体もそこまで調べられるもんじゃなかったら、そのインターネットの検索エンジンを運用している検索エンジン、Google さんとか Yahoo のその検索エンジンが、まあ、そこのサイト、そういうまで調べる人、そもそもいねえから、それで上げてる人ってそこまで、重要視しなかったりして、検索エンジン上にそのあなたが作ったそのサイト、ウェブサイト自体を認識しないっていうこともあるんです。いや、あるんですよ。本当に。ディレクトリーという、まあ、専門用語を言ったらちょっと分かりづらいと思いますけど、サイト作ったからといって検索エンジンにすぐ表示されるのは絶対ないんですよ。その中の検索エンジンの中のクローラーとかって AI っていうのは虫が、もういろんなとこ見てるわけですよ。世界中何百何何秒っていう間に何千万のこの、1秒間に数秒間にもう何億個というサイトがどんどん増え続けてるわけなんですよね。で、毎日更新してるブログなんかも、ブログ1個書くだけでウェブサイトが1個出来上がってるようなもんなんで、どんどん増えてる。それを一瞬でパーッと見て回って、あ、この人ちゃんと書いてる、この内容に合ってる、この内容を探してる人にはこのサイトのこの記事は有益だとかっていうのを AI がちゃんと判断して、それを求めてるお客さんのところにが、お客さんがちゃんと調べたりした時に、そのお客さんが調べやすいようにするために判断する AI が、うん、あんたのサイトいいねとかっていうのを判断してるわけですよ。その時にタイトルが、あなたのお客さんが探すときに探される内容のタイトルに合ってるか見合ってるか、その内容なのかちゃんとで運営しているのかで、ちゃんとそういう商品が画像としても、その画像の商品の内容としても合致しているか、うん、でサイト自体にはそもそもこのサイトで検索、このサイトを検索するときにメインで強い検索キーワードっていう単語があります。例えば、大阪市南ラーメン屋って言ってトップに出したかったら、その地域にね、ユーザーに大阪市南のところにラーメン屋があるあって、それだったらそこで一番取りたいわっていう人がおったとしたら、そのサイト内の検索キーワードタグっていうのがありますので、そこで大阪南ラーメン屋っていう強い、そこで一番出したいキーワードっていうのを選びます。で、商品とか販売してる人だったら、これがケーキ屋さんで、ケーキ屋さんのショッピングサイトで、まあ、注文サイトでショートケーキなのかチーズケーキなのか、モンブランなのかよくわからないけど、僕はもうお菓子興味ないんで、お菓子は興味ないんでちょっとわかんないんですけど、それで、まあ、その ケーキとか全然興味ない俺が、こう、なんていうかな、こう調べたときに、なんか、ショートケーキ、嫁さんに喜ばれる、かわいいやつ、夫婦用とかね、夫婦記念日とかの、で、ちょうどいいサイズのやつが、もう、自分わからないわけでしょ。で、その時にパッとこのショップの、あなたのショップがケーキ屋さんだとして、ショップページにこの、夫婦に見合った、記念日とかにすごい見合った、人気の結婚記念日とかに出すようなケーキが、ショートケーキが出てくるから、あ、これいいじゃんっつって、ここで買うわけなんですよ。でもそこの人が見つけられるように、ここのショップの商品と、ショップ自体のタグ、キーワード検索タグだとかタイトルとか内容がしっかり合致してないと、その本当にあなたの商品を求めているお客さんが見つけられない状態になるんで、ちゃんとそこを設定してあげるといい。で、それを買いやすくなるようないい写真ももちろんそうなんですけど、商品とか、こういうショップとか運営してる、もしあなたが運営したことがある、ちょっと立ち上げたけど、なかなかうまくいってないっていうことはいると思うんですけど、その時にこのヘッダーだとか、お店の看板ってなる部分だとか、商品自体をアップしたりだとかっていう時に画像ってあるでしょ。
ね、その画像に、例えばそのファイル、フォルダーとかにこう保存していった画像をここのサイトのここの部分にアップロードしますっていう設定でアップロードしたりすると思うんですけど、その時の画像、保存してた画像にタイトルつけてませんか？つけてないままなんか1264の JPEG なんとかっていうような、あの全くこう形式番号みたいな感じでついたやつをその上げてませんか？これ結構いると思うんですよ。結構大事なんですよ。その商品とか画像とかヘッダーとかに、結局言うと画像のタイトル自体にお店のタイトルとか概要だとかそういったものを入れたタイトルで入れておくと、そのさっき言ったネット上でこう審査している AI とかコンピューター、あの AI だとかそのクローラーとかがさ、もう見たら、お、ここちゃんとキーワード入れてるね、そういうお店屋さんなんだねって言って判断しやすくなるんですよ。そもそも我々人間が目で見てるモニターでの出力画面とその AI とかが判断しているものって全く違う。文字とか数列とか HTML、CS コードとか、ね、そういうなんかあのなんかプログラミングでさ、こうなんか数列とかいっぱいあるでしょ。あれを見てるんで、あれを見てる中の画像のヘッダーの中に、例えば大阪みなみラーメン屋っていうやつのヘッダーの画像の画像の中にあるテキスト、文字を読み取って、ああ、なるほどねって言って、それを踏んでから上げていくんで、それでちゃんと内容とかも、じゃあそれ用の内容になってんだったら、あ、ここちゃんとそういうので、あのそういうお客さんとかの目線、そのお客さんに提供するように作られてんだな、って判断して上がるわけなんですよね。わかります？ちゃんとあの、お店作った時に、リアルでお店を、考えたときに絶対思うのが、自分のお客さんらとかがで階層の人とかが通ってる道端の前とかにやっぱりこうお店建てたくないですか？そうですよね。全く誰もいない無人島の一個一人にね、無人島のところにポツンとさ、なんかお店屋さんスーパー建てました、なんか自分の商店建てましたって言った時に、誰も歩いてねえのに、そりゃ売れるわけないじゃないですか。もうそんな状態の人ってもうめちゃくちゃいるんですよ、売れないって人は。こういうことやってないです。で、こういうキーワードとかタグをつけてあげるとどうなるかっていうと、ここに建てて無人島に建ててたお店がどんどんとそういうのが欲しい人の目の前のところにお店が移動していくって感じです。そうしたらお客さんからそういうのを求めている人たちからしたら、あ、ここにあるんだって言って、買う人、お客さんとなりうる人が探しやすくなるのね。お客さんとか欲しいと思われてる人に探しやすくしてあげる心遣いよね、愛情より愛よね、ことを細かくやってあげる。だって商売ってさ、商売ってどの商売でもそうだけど、意外と目に見えない、本当やったらこう目に見えないところの心気配りだったりだとかさ、お手紙だったりとかさ、ちょっと梱包の仕方だったりだとかで、僕なんかで言うとこのゼロビズっていうプラットフォームって、今この一回立ち上げた時にプラットフォーム変えたんですよ。そのサービスする内容とかも形っていうのも変えたんですよ。それって使い手さんにこういう気軽な使い方してもらいたい、した方が喜ばれるなと思って、そっちの方が使い勝手いいよねとかっていう、ちょっとした心遣いがちょっとその一つの形になって、それが大きく積み重なって売れるショップ、売れるお店っていうのが出来上がるわけじゃないですか。それってリアルでも一緒でしょ。リアルとネットって一緒なんです。だからその心遣いが全部こういうところね。ただただ商品、私の方が可愛いでしょ、俺の商品めっちゃかっこいいやろ、俺のデザインいいやろ、へぇ、誰に見せてんのってなったら意味がない。自己もうオナニーの状態なんです。欲しい人に、必要とされて必要とするような人に見られる、見つけやすくさせるためのことである。これがね、よく言う SEO 対策って言いますね。まあ、SEO 対策って言ってもまだいろんなことありますよ、できることたくさん。でもそこまで専門分野ってなってくると、もっともっとそれ用の本だとか、まあ、これに関してもね、マーケティングに関してもそのノウハウとかって情報とかってたくさんありますし、これって常にね、正解もなかったり常に進化し続けたりするんですけど、最低限大事なのはこのタイトル、内容、画像、タグなんです。これはどこまで
自分の出してるものが欲しい人のことを考えて見つけやすくしてあげれるか、でその人が喜んでくれるようなものを作れるかっていうのは本当大事。もうなんかね、小手先じゃないの、本当愛なのよ、愛なのマジで。で、まあ、ここまではちょっと無料で公開させていただいてますけれども、ここから、ゼロビズの会員さんにはさらにちょっともう一個、これ大事だよ、もう何歩素人でもここやっとくだけで全く売れ行き制約率全く変わるからっていう、ところをお話しさせていただきます。それがもう最後こう一個説明させていただきますけど、はい。